の上に大量のものが乗っかっています。これは何ですか？SHEINの商品です。はい、そうなんですよ。SHEINの商品今大量にあるんですけど、前回に比べたら3回ぐらい今量あるんじゃないかっていうぐらいめっちゃ選んだね。ほんと大変でした、選ぶのすっごい大変だったんだけど、どれもめちゃめちゃね良さそうなので、コーデを組んだり一つずつアイテム紹介したり、実際にチェコがこの商品を着てみたり、皆さんに今回は紹介していきたいと思います。それではレッツチェコーじゃーん、1着目。はい、ということで私はまず灰色のワンピースです。かわいい。このワンピースはこの両肩が開いていてすごいセクシーで可愛いのと、ここの部分がくしゃくしゃになっていてすごいおしゃれだなと思って選びました。それと私はSHEIN全身コーデなんですけど、この靴下、ちょっとスキーッとしてる靴下、このブーツもSHEINです。厚底が流行ってるのでこの部分がすごい可愛いなと思って選びました。はい、ということで次ははるかです。こんな感じ。このカーディガンはなんかSHEINの広告を見るときにいつもこのカーディガン着てるの、韓国女性が。でそれでカーディガンはるかあんま着ないから挑戦しようか迷ったんですけど、青だったので今回は挑戦してみました。なんか T シャツって結構ここのプリントがプリントしすぎてるから抵抗があったんだけど、これはそんなにプリントしてないよって書いてあったので選びました。確かにしてないね。ズボンはシンプルなので、でここの丈も短すぎない、ちょっとボーイッシュに見える形だなって思います。ウエストはちょっとまあブカブカだけどインしたりとかするとちょうどいいかなっていう感じです。はるかはね、白の靴を1個持ってなかったんですよ。今回白の靴に挑戦してみました。こういう靴って硬いイメージがあるんですけど、すごい動きやすくてなんかダンスカバーにもすごいたくさん使えそうだなって思います。続いては私のコーデです。まずトップスはこちらなんですけど、めっちゃ形可愛いの。この腕が、そう、こういう形になってて、襟もめっちゃ大きすぎず小さすぎずで、ちょうどいい形のトップスになってて、で、結構生地感もしっかりしてるから、1700いくらぐらいなんですけど、安いよね。1700いくらぐらいで、このクオリティはありえないです。なので、これめっちゃおすすめ。マジで。本当に。そしてお次はズボンです。これもね、1200いくらぐらいなの。このボタンはね、フェイクなんですけど、結構生地しっかりしてるんですよ。S にしたんですけど、ちょっと XS でも良かったかなっていう風に思ってます。でも S でも全然いいかなって感じで。私、ヒールのね、高いブーツがなかったから、ヒールの高いブーツ欲しいなと思って、生地感？革感？もう、いい感じだし、結構厚底なのにしっかりしてるから歩きやすいし、めちゃめちゃこれもお気に入りです。じゃーん、2着目。2着目はこちらです。まずこの上のトップス、お前どんだけ肩露出しゅんねんって思うと思うんですけど、ちょっとセクシーな服にすごく最近ハマっていて、こちらを選びました。ここに書いてあるのはチェリー赤、なんやねんって感じですけど、首の部分が丸っこになってて、ここを通す感じがすごく可愛い。なんか韓国の綺麗なお姉さんがよくこういう感じで着てるなと思って憧れて、そう買ってみました。そう、これはレッスン着にいっぱい使おうかなと思います。で、この下、こちらはまあポッケがないのちょっと悲しいんですけども、生地感がなんかワッフル素材っぽい感じになっていて楽ちんですね。これでもどこでもいけます。そのくらい楽ちんな感じです。下のところにスリットが入ってます。こういう感じで、ママが好きなやつだ。そう、スリット。はい、次はるかです。はるかは最近可愛い女の子の服にハマってるので、こちら上の服可愛くないですか？めっちゃ可愛い。ここがなんか黒じゃなくて茶色になってるの。なんかはるか上の服がピチーってしてる服あんまり着こなせないんですよ。でもこれって袖がいい感じにふんわりしてるので、はるかの体型でもちゃんと可愛い服を着こなせるなって自分では思ってます。そしてこちらカバンなんですけど、開ける時がすごくて、ここをこうやって開くの。これで閉じる時は磁石で戻すっていう感じ。こういう感じで、中はこんな感じで結構入るんじゃない。ここに財布、ここにリップとか、こっちに携帯とか入れられるから相当入ると思います。はい、続いてわしです。じゃなくて高いやろがーい。まあ私はね、緑担当ということで、結局ね、色物の服を着るってなると、緑が集まってくるんですよ。めっちゃわかるわ。襟もこうやってできるし、締めることもできます。可愛い。ここにちょっとメガネとかかけたりしたら可愛いかな。いいね。これはね、生地感は薄めな感じなので、これからの春、めちゃめちゃ活用されると思います。確かに。そしてですね、続いてこちらのスカート。私、灰色のスカート、マジで欲しかったの。これもね、1200いくらぐらいで、ね。で、しかも、超丈感もいい感じだし、これなんか、見せていいのかな見せていいのかな大丈夫、大丈夫。これはね、お下品じゃなくて、皆さんに伝えるように見せてるだけです。よくスカート履いてるのに、あ、店パン履くの忘れたっていう時がうちめっちゃ多いんだけど、その心配は必要ないし、これサイズ S なんですけど、S で結構ちょうど良かった。結構こうぴったりした感じで、ハイウエストまであるので、まあなんかインしたりとかしても可愛いかなと思います。たまーん !3 着目。はい、3着目、まほはこの中のキャミソールと上のカーディガンです。でこちらはですね、この紐があって、これをバッテンにしてここで結ぶみたいな感じになっております。こうやってなってた方が、なんか魔法的にはなんかスタイルよく見えるんじゃないかなって。お胸がある方はちょっとこの中の、これが結構ちっちゃいので、生地感も薄すぎずなので、すごいこの時期に使えるんじゃないかなって思います。今回は全身白コーデです。こちらの上の服はたくさん買ってる人がいました。そう、生地感は薄いんだけど裏起毛になってるので、雨の降ってる日とかならちょうどいいかなって思う。デザインはここがちゃんと刺繍になってるので可愛いです。しっかりしてるね。そうで、次はこちらのレッグウォーマーなんですけど、上の部分にゴムがついてるので落ちない。結構長いのでクシュクシュってできて可愛いなって思います。可愛い。この靴はお気に入りすぎて、この紹介する前にダンスカバーで一回履いちゃったんですけど、踊りやすいし、ちゃんとね、チェーンがついてるところもデザイン性に優れていて、すごいいいなって思います。はい、ということで、私の3着目はこちらです。私、名前にどこにも、名字も含めて Y がないんですけど、可愛すぎて買っちゃいました。で、これはね、ライトグレーっていうカラーなので、グレーのスカートにも合うし、黒いスカートにもこういうの合うかなと思います。また形がね、こういう形でめっちゃ可愛いんですけど。写真のモデルさんはここまでやって、お団子にしてここまでやっても可愛いし、まあ私は結構襟派なんで、襟をこうやってやって、ネックレスとかして、今ちょっとここになんかボツできてて。これがネックレスのアクセサリー部分だと思っていただければいいんですけど。これもね、生地感は薄いので、春で全然着れるので、皆さんもぜひお揃いにしてみましょう。じゃじゃーん !4 着目、私はこの桃色のトップスでーす。ピンク担当なので、自然とピンクを選んでおりました。オフショルダーになっているので、夏大活躍するんじゃないかなって思います。今は、このスウェットなんですけど、これで下にジーンズとか合わせたら、すごいカジュアルだし、セクシーだし、可愛いコーデになるんじゃないかなと思います。素材も伸びるので、最初結構届いた時、小さいかなと思ったんですけど、私でも入ったので、結構いい感じです。はい、次ははるかです。見つけたんです、私は。フードの形めっちゃいいね。そう、はるかもこの形のフード大好きだから。可愛い。デザインもシンプルで、英語書いてあって、ここにも、袖にも英語書いてあって、これは生地が薄いけど、やはり裏起毛でございます。普通のパーカーは、ワンシュッてしてることが多いんですけど、このパーカーは、ここが、すごくボリュームがあって、彼氏からパーカーを取りました。パーカー取ります。次はこちらです。でこれもここに上の方にゴムがついてるので落ちないのと、肌触りがもうめちゃくちゃ気持ちよくて、で下がふわって広がってるのがデザインがすごく可愛いなって思います。ではるか白も買ったんですけど、なんと色違いの黒も買いました。これあの時着てたやつ。そう、これはディズニーで履きました。そう、それめっちゃ可愛いと思ってたんだよね。どんなに上の服がシンプルだろうが、これがあることによってすごくインパクトがあるのと、あとちょっとギャル、うん、確かにっぽく見える。続いて4着目のわしのコーデは、じゃじゃーん、大人カジュアル系のコーデに挑戦してみました。まずね、こちらのカーディガンですね。生地めっちゃしっかりしてて、こうストレッチもめちゃめちゃ効いてるので、こういうジーンズにも着回せるし、さっき履いてたプリーツスカートとも合わせて着れる。柄は派手なんだけど、茶色と緑の感じで、いろんなコーデで着回しができるデザインになってるなって思います。で、中はね、こちらの白いロンティーなんですけど、うち結構ダボダボの白いロンティーが多いんですけど、なんかこういう時にね、着る用の白を購入しました。そして、結構お気に入りのこちらのジーンズですね。ストーンとした形で可愛いし、ウエストにもね、ボタンがついてて、デザインもね、めっちゃ可愛いなって思って。これは S サイズですね。S サイズでめちゃめちゃちょうど良かった。ジーパンの生地しっかりしてるのよ。色合いも薄い感じだから全然春にも着れるし、大活躍するアイテムになってます。そしてね、ブーツは丈の短い黒いブーツ、これも4000いくらで結構しっかりしてるんだよ。クオリティ高いね、うん、このつま先の四角い形、ゆっくりしてる形がめちゃめちゃギャルっぽくて今っぽい。じゃーん、5着目。はい、5着目、私はこちらでーす。このトップスなんですけど、ダンスカバーの時に使えるかなと思ってこちら選びました。確かに。ね、使えそうだよね。こっから上がレースで、まあ、下は普通の生地です。で、ここが穴が開いていて、ここにリボンがあって、なんか女の子らしくていいかなと思います。はい、そしてもう一つ、こちらのピアスでーす。大人っぽいお洋服とかを着るときに、こういうなんかシンプルなデザインが欲しいなと思って、こちら選びました。なんか派手すぎず、でも存在感がしっかりある。そう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 。結構いろんなお洋服に合いそうだなって思って、すごくお気に入りです。次はこちら、はるかです。あれ、こちらの国から、北の国からさっきも言った通り、女の子の服にハマってるので、全身女の子を意識してみました。生地感はすごく薄くて、夏にぴったり。紐がね、前にペロッとついてて、それを後ろで結ぶみたいな感じ。だからウエストも、まあ、自分で好きなようにできるし、まあ、ご飯食べ過ぎてしまった時はこれをもう一回結び直せばいいので、実用性。そうで、ちょっと丈がね、長かったから、この縛るところにちょっと折って入れたんですけど、そういう感じに見えますか？そういう風にするんだ。そうっていう感じ。靴下も上にフリルがついてて、で伸ばすとこういう感じになって、おお、可愛い。そう、レースの靴下を履くだけですごくファッションの中でも一個アクセントがつくと思うので、可愛さも増すし、他の人とは違った個性的な可愛さも出せると思うので、すごくおすすめです。こちらね、セットアップのスウェットになってます。めっちゃ可愛い。いいよね、うん、結構形もさっきはるかが言ったように、ここがねしっかりボワーってなってるから、形めっちゃ細部にまでこだわっててすごい可愛いし、フードの感じもめっちゃいい感じじゃない？で、こちらなんか後ろになんかマグがそう、ついてた。で、ズボンもね、かわいい。そう、ここになんか書いてあって、全然セットアップじゃなくてズボンだけでも全然かわいい。そうで、生地感もこれね、しっかりしてて、中は裏起毛になってます。これでダンスの練習励みたいと思います。はい、6着目。はい、次は私のコーデですにゃー。まずこのトップス、すごくこれね、薄くてめっちゃ伸びるのよ。すごいこの生地感好きですね、私。丈も結構長くて、ここボタンになってて、ここボタン1個ずつ外せるんですけど、外しませんね。そう、男子。まあこういうピチッとしたお洋服が私は好きなので、まあすごくこれ、レッスン着とかね、使えるんじゃないかなって思います。はい、そして気になったであろう、このニャーニャコ帽子。ニャーニャコ帽子、これ結構分厚いんですけど、最近なんかさ、こういうニャーニャコ帽子さ、流行ってるじゃん。なんか TikTok とかでさ、流れてくるじゃん。そう、なんかちょっとそれに憧れてちょっと買ってみたんですけど。で、長いので、これちょっと折ってもらったんですよね、はるかに。本当はこんくらいあります。それでつけたら、頭が超長いって耳の形かわいい。そう、耳の形かわいいよね。うん、ここはポニーがちょうどいい。ね。左から敵、右からめちめち。ちょっとゲームのキャラにいそうな人を意識してみました。ちゃんとオンオフっていうところと多分ボリュームも変えられて、先端にマイクがちゃんとついてるので、これは本格的に使えるヘッドホンです。線も長いので、普通にゲームするときに使えます。上のお洋服は多分メンズ用だった気がするんだけど、フードついてて、シャカシャカですね。素材はこういうシャカシャカの首元がついてるのと、こういうデザイン性が多分普通のシャカシャカと違う個性的なシャカシャカの形なのと、あとね、袖が長いのが超いいんですよ。袖が長いことによってね、可愛く見える。一応白の短パンも履いております。おー、そうなんだ。そう、ここもちゃんとゴムがついてるので伸び縮みができます。ね、透けたりもしないので、ちゃんと生地がね、しっかりしてる生地だから透けることはないでしょう。たったたーん、韓国女子コーデを確かにしました。かわいい。上のデザインがマジで可愛くて、襟もね、結構しっかりしてるし、生地感もしっかりしてて、この肩の部分すごくない？これ全然形崩れてないデザインで、腕の部分も最後までキュッとなってて、ここにスリットが入ってあって、なんか可愛いデザインなんだけど、ちょっとお腹ちら見せしてセクシーみたいな形がこういう形になってます。ズボンはグレーのこういうズボンになってます。サテンっぽいような感じで、なんかこの歩くたびにタランタランする感じがめちゃめちゃお気に入りです。で、これポケットも深いポケットが入っててめっちゃいい。ウエストはゴムだけど、ベルトも使えますよっていう感じなので、ここからベルトして見せてもいいし、今ベルトしてるんですけど、めっちゃいい感じです。で、あと、カバンも今回購入しました。で、これ金具が金で、これはね、こうからでじゃなくて、ここからペリっていう感じで、もうちょっと使っちゃって中身入ってるんですけど、こういう風に3個開いてて、この間にもね、入れられるの。マチも結構こんぐらい広いので、コンパクトなサイズなのに、めちゃめちゃ大容量に入るから、超お気に入りのカバンです。じゃーん！ 7 着目魔法の7着目は、こちらのしましまのポップスになります。かわいい。かわいいよね。これすごいピチッとしてて、私の骨格には合うんじゃないかなって思っております。お気に入りなのが、ここの腕の部分が白いのと、このお腹の部分が白いのが、なんかすごくスタイルアップになってるんじゃないかなって思います。これ結構ショート丈なので、ハイウエストのズボンとかに合わせたら、なんかちょうどいいんじゃないかなって思います。生地感は薄いんですけど、すごいしっかりしてます。で、続いてはこの頭のリボンです。かわいい。見えるかな？すごいこれびっくりサイズのリボンになってて、まあこれもダンスカバーの時に使えるかなと思って、こちら購入しました。生地はなんかツンツルテンの生地なの。だから、触っててすごくね、気持ちがいい生地だよ。すごいハーフアップにいいんじゃないかな。お姉さんが可愛い感じになれるので、私こちらすごくお気に入りです。はい、ということで、はるか何が変わったんやと思うかもしれないんですけど、こちらのタイツです。こちらタイツになっておりまして、サインがハートがついてて、すごく可愛いのと、あと透け感も透けすぎず肌を見せてくれてるので、透け感もすごくいいなって思います。7着目のコーデは、ボーダーコーデです。上のこれがね、ラフな感じで可愛いなって思います。生地感はね、意外とこれ結構しっかりしてるんですよ。薄いんだけど。めちゃめちゃいい感じ。うん、カジュアルで可愛いね。そう。ズボンにも合いそうだし。なんか普通のスウェットみたいなズボンで、レッスン着とかにもいいかなと思って買いました。で、下は、白の短パンね、はるかにあげてしまったので。あ、そうなんだ。そう。持ってないから、なんかやっぱ1個あったら便利かなと思って。これはね、私 S サイズなんだけど、意外と思ったより大きめなので、この時は XS とかにした方が、多分 XS の方がみんな入ると思う。横にこうね、広がった、ちょっとこうスカートっぽいデザインで、めちゃめちゃ可愛いです。8着目。このジャケットはですね、こうやってキューンってなってるんですよ。ね、これすごいいいよね。ここもなんか肩パッドが入ってんのさ。だから、ポッコーって今時っぽい感じになるし、ここがポワーンってなって、体のラインが見えるので、私はすごくこのジャケットお気に入りです。この春いっぱい着ようと思います。はい、続いてはこちらのワンピースです。紐のデザインですね。これ2回結ばないといけないんだけど、またこういう風に後ろがなってて、すごい可愛いのよ。お姉さんみたいな感じになれるので、そう、すごく好きです。この腕の部分も少し広がってるから、すごいなんかさりげなく可愛い感じになれるのがすごくお気に入りです。で、生地感は薄いので、ちゃんと中に置かないと透けちゃうので、そこは注意してください。色は、なんか、ピスタチオみたいな色味をしております。肩は、ここで引っ張ってあるので、落ちないです。そう。結構ここが強く引っ張られてるので、すごい落ちにくいので、まあ落とすこともできるんですけど、まあこうやってやります。そして、続いては、リボンのキラキラのピアスになっております。なんか可愛いお洋服を着た時に使いたいなと思って買いました。ピアスってさ、SHEINめっちゃ値段が安いのよ。安い。そう。タラタラもすごい長いので、インパクトになるかなと思います。ね、可愛いですよね。はい、はるかです。はるかです。わかってます。まず、上の服からいくと、この袖の部分がね、生地がツルツルの生地になってて、ここの部分は伸びるニットみたいな感じで、でもはるか、こういう服マジ初めて買ったんだよね。そうなの？そう。目元がちょっとあれちょっと大人の女性に一歩近づきたいなっていうことで、こういう服をね、着ていたらすごく大人っぽいなって思ったんですけど、ちゃんと鎖骨あるからちゃんと鎖骨あるからね。次はベレー帽なんですけど、このパールがついてて、でパールの大きさも小小中大と、こうデザインがすごくこだわってるの。可愛くない？ベルマ生地っぽくて、でね、後ろの紐で、大きさを調節できるので、頭の大きさは関係ないと思います。で、この帽子ね、エレガントっぽいから、すごく大人っぽくなれるアイテムだなって思いました。で、靴下も一応、SHEINの靴下なんだけど、この靴下、小中大とあって、3種類あるんだけど、すごく長い種類のものと、中くらいのものと、はるかが今入ってる靴下が小のサイズです。生地感が、なんかこういう靴下では一見ないようなタイツみたいな生地になってる。そう。サラサラしててさ、履き心地がめっちゃいいの。8着目のコーデはこんな感じになってます。で、これ結構ね、生地がちゃんとしてるんだよね。ニットに毛が出てて、よく抜けるやつ多いじゃん。わかる。これね、全然抜けないんだけど。めっちゃいいね。そう、皮膚にさ、白いのがバーってついてたりするんだけど、全然そういうのもなくて。あと、このね、縦線が入ってるデザインがめっちゃ可愛いなと思って。あと、この短さの感じもちょうどいい短さ。短すぎず、長すぎず。本当にちょうどいい感じで。これはガチで正解だなと思いました。スカートもね、私こういう形超欲しかったの。長さもいいし、デザインもめっちゃ可愛い。ここクシュクシュしてて、このひらひらの感じもね、なんか上品な感じで可愛い。ウエストもこれ S なんですけど、ちょうどいい感じで。これもまたね、ズボンみたいな感じなので、中が店パン履かなくても、これ1個で全然いけちゃいます。めちゃめちゃ可愛い。じゃーん！9着目。私はこの千鳥柄のタイトワンピです。めっちゃかわいい。生地感が結構分厚くて、すごいしっかりしてる生地感になっております。で、紐の部分がちょっとレザーになってる。そう。ここがレースになってて、ここがクッカンって開いております。ラメの毛が生えてるんですよね。すごく見えるかな。この千鳥柄がなんかすごく女の子らしくて、私はすごくお気に入りです。この中のトップスなんですけど、首またやんお前つって。こっから、こうするのよ。そうすると、こういう風な首ができるの。だからすごいなんか楽ちんに可愛くなれるから。これすごく好きですね、このトップス。で、ちょっと見せると、このお腹の部分がバッテンコになってて、ちょっとお腹が見える形。ここの部分が少しだけパフスリーブにポコってなってまして、生地感も結構ビヨーンって伸びる生地感と素材になってます。で、ここにね、なんか入れたりね。靴下。なんかエロ姉さんみたいな靴下が欲しいなと思って、ちょっと買ってみました。ここがすごいスッキスキで、ここにレースがついてるデザインになっております。誰もコーデが変わってないと思うので、髪の毛を変えました。こういう感じで、ちょっと汚いんだけど。前のSHEINから買って、で、撮影してない時も結構集めたりしてて、これ全部SHEINなんだよ。で、今回、なんか、パーツだけじゃなくて、このさ、周りとかにさ、チェーンついてたら可愛くない？あったんですよ、このチェーンが。チェーンもあるんだ。そう。しかもこの種類がね、すごく豊富で、いろんな種類のチェーンがついてるので、デザインに合わせて、いろいろ変えて、これを使って、もう少し、自分でやるネイルのレベルを上げてみようと思います。ということで、ロック系のトップスです。ここが三角に穴が開いてて、ここからなんかネックレスをつけても可愛いなって思います。あえて切りっぱなしのデザインになってるから、やんちゃめが出てて、なんか今はスカートで合わせてるんですけど、なんかズボンに合わせたりとかしても可愛いかなって思います。生地感はね、薄めだけどしっかりしてる感じなので、安っぽくもなく、この春にまたいっぱいこれも着るんじゃないかなと思います。お気に入りのワン商品です。ぴょん！10着目！私はこのお耳さんです。これ。確かにまた猫だね。なんか、TikTok とか写真とかですごく使えるかなと思って、値段も安いので、ポチ入りしました。これ私白バージョンも持ってるんですけど、カチューシャになってますね、これ。お願いします。こちらは黒のトップスになっております。手が可愛いんだよ、手が。こう切れてるのに、しかも長い。こうチャックになってるのですごく着やすいです。ここの部分また、ちょっと三角になっております。すごい、これもお気に入りです。以上です。はるか、こちらのベレー帽です。まず、1個目は、ロック系のここにね、飾りがついているやつです。この紐で、大きさの調節をします。はい、被ってみました。こんな感じです。やっぱワンポイントあるのがすごい、ロック系で可愛くて、おしゃれだなって思います。次は、こちら。この千鳥柄のベレー帽です。この部分がレザーになってて、ここの紐でまた調節できます。ここにね、名前じゃなくて。英語が書いてあって、チェーンがついてます。帽子でこんなに派手だったらさ、まあ、全身黒コーデとかでもすごく映えるなって思うし、個性的にも見える帽子になるんではないかなと思います。じゃじゃーん !10 着目はこちらです。黒と灰色コーデになってます。形めっちゃ可愛くないこれ。可愛い。結構ダコッとした。生地もしっかりしてて、デザイン性も高くて、めっちゃ気に入ってます。そしてね、こちらのトートバッグです。生地はシャカシャカ生地になってます。結構形しっかりしてて、大容量なんですよ。なのに、ここが太くて、こう肩でやっても全然大丈夫だし、マチもね、広めでしっかりしてるので、超便利。内側にポケットが、小物入れられるポケットが2個あるので、なんか香水入れたりとか、あとペンをここにちょっと刺したりとかしてます、私。パソコンもね、すっぽり入る、これ。最強だね。うん。チャック式なんだよ。だから中が全然見えないし、紐もそうついてるから、長さ調節して肩からこうかけられるバッグにもなってるから、大容量だし、見た目100点だし、私これめっちゃお気に入り。はい、ということで全部で10コーデでめちゃめちゃアイテム数を紹介したんですけど、いかがでしたか？SHEINってやっぱみんな知ってると思うんですけど、値段がめちゃくちゃ安いの。なのに、デザインも可愛いし、生地感もすごくいいし、いいところしかないなって改めて思いました。今回、結構服を多めに紹介したんですけど、小物とかアクセサリー類もめちゃめちゃあって、しかも値段が全部100円台とかで、やばいよね。そう、学生さんとかにもめちゃめちゃおすすめだし、大人な女性も幅広く使えると思うので、めちゃめちゃいいなって思いました。で、なんか他にもインテリアとか、生活雑貨系もめちゃめちゃあるので、そちらもぜひチェックしてみてください。今回ね、ありがたいことに、SHEINさんからクーポンコードをいただいたので、こちら、今あるんですけど、こちら入力していただいて買ったら結構お安く買えるので、ぜひちょっと検索してみて気になったやつあったら、お揃いにしてみてはいかがでしょうか。ということで、最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったら、高評価とチャンネル登録お願いします。お願いします。あと SNS のフォローもお願いします。お願いします。ということで、以上、セゴでした。シンシン。